定積分を利用することによってグラフあるいは曲線で囲まれた図形の面積を計算的に求めるということは積分の最も基本的な応用ですね。私たちはですね C1 という曲線 y=sin2x で x が0から2分の π というふうに与えられる。でこの sin2x という関数は y=sin x という関数をy=sin x という関数に対してこれを c0 としたとするとこの x のところに 2x を代入することによってこの式が得られるわけですから c0 という曲線を定義するこの式 y=sin x で与えられる標準的なサインカーブ、原点において傾きが1の接線を持つ三角関数の曲線ですね。それを y 軸を基準としてx 軸方向に2分の1倍に縮める、そういうことになりますから原点において傾き2の接線を持つそういうような曲線になります。で x が0から2分の π ということですからここのがちょうど2分の π でして c1 とx 軸とで囲まれる部分の面積っていうのはこの赤い斜線部分ということになります。で一方 y=k 倍の cos(x) というのはk の値が分かってないとこのグラフ書くことはできないわけですが k が1だとすると cos(x) ちょうどここと同じだからここから出発でここを頂点として x が2分の π に向かって減少する。で2分の π の時に0になるという。ここを通るグラフね。でこのk の値が分かりませんからもう少し一般的にこう k としてやるとcos(x) のグラフは絵があんまり上手じゃありませんからこういうふうになります。で k の値が大きくなりすぎるとこの sin(x) という曲線と共有点を持たなくなりますから k の値がある程度小さな値でないとこの交点がそもそも存在しないということになります。で、この交点が存在するということを保証するために K にいかなる条件があるべきかということは解析的に言い換えれば計算によってですね式の計算によって出すことができるわけです。でこの交点の x 座標、これ仮にこう α としてやります。でこの α というのはどういう条件を満足するのかというとsin2x イコール k 倍の cos(x) こういう x についての方程式の解が α であるわけですね。で α の値は k の値を決めることによって決まりますから α は k の関数 α はすなわち kα(k) でこういうふうにして k によって決まるはずなんですがこの α(k) っていう関数がk の簡単な式で表せるとは限らないわけですね。で実際私たちはその方 α の値というのを規定するのでこの方程式を満足するでしかも x が0と2分の π の間にあるでこの条件によって α が決まるはずなんですがこの方程式を x について解くことはちょっと絶望的ですね。で実際にこの式は両辺を cos(x) で割ることによってこの方程式自身は cos(x) が0であるかまたは cos(x) で両辺を割って2イコール k 2倍の質でこれ2倍角の公式使ってやったわけですね。2倍の sin(x)イコール k とこういうふうになります。で cos(x) が0っていうのはこの2分の π のところに対応してるわけですから、この2分の π より小である x に関してはこの条件はこいつを考慮するとこれはもはや考えなくていいということになります。ということは2倍の sin(x) イコール k これを満足する x を求めろっていうことに求めようという問題になります。しかしこの問題はですね今の標準的な教科書ではこう勉強しないことになってこの式はこういうふうに動値変形される。でこの sin(x) イコール2分の k という方程式を解くっていうことは三角関数の方程式に関してあまりにも基本的なことなんですが、残念ながらこの解を x をアークサインのマイナス1を2分の k と。このマイナス1乗って書いた時には逆数の意味ではありません。逆関数の意味ですね。で、この逆関数を知ってる人であればこういうふうに解くことができて、この α(k) っていうのは実はアークサイン2分の k というものなんです。でもアークサイン2分の k って表してもそれがその関数として捉えられないと、どうしようもないわけですね。で、k の値がどういう値であればこのようなアルファが存在すると言えるか、でこれはもう明らかでありまして、サイン x イコール2分の k、 これを満足する x が0と2分の π の間にあるためには2分の k が0と1間にある。この2分の k が0と1の間にあるということを言い換えれば k が0と2の間にあるということがそのための条件になりまして、そのような k の値に対しては x イコールサイン x イコール2分の k、 これ満足する x が0より大2分の π より小という中にただ一つ存在するわけです。で、ただ一つ存在するのを k で表せって言われるとこういう形で表す仕方がないんですが、その表すこの α を k の関数として捉えるということは実はこの問題を解くためにあんまり本質的でなくて、むしろこの問題では逆に逆転の発想でアルファを決めると k が決まる。つまり k を k かっこアルファ、 k をアルファの関数として逆に捉える。そうすると実はこの k アルファという関数がどうなってるか、 k をアルファの関数として表すということは実はもうこの段階でできてるわけですね。で、 k イコール2倍のサインアルファ。で、これで、この kα っていうのは2サインアルファ、こういうだけなわけです。で、だからこの逆関数の方を考えようとすると、高等学校の範囲を超えてしまうんですが、k を α の関数として捉えるということであればもう本当に自明だということですね。で、k がこのように表現する α が存在するために k は0以上2より小、0より大2より小、そういう実数であるべきである。で、そのような値であるときにこれ α が取ることができるわけですが、さてこの時にこの面積を2等分するということは、こことこの部分、この青の線の上と下の面積が等しいということです。で、この面積が等しいという条件で、これを処理するのにどういうふうにするとうまい話があるかというと、詳しくはテキストをご覧になっていただきたいんですが、こういう部分の面積を考えてる。で、この青い部分の面積とその下の赤い純粋な赤い斜線部分が等しいというのを考える代わりに、この青い斜線部分と赤い斜線部分を加えると全体にのこの、サインカーブと X 軸で囲まれた部分の面積になる。そしてその全体というのはこの青い斜線部分の面積、この青のこれは k によって決まるわけですけど、この k が特に0の場合考えてやるとこれ k の値が小さくなるんですよね。こういうふうになってくる。で、k が0の時はとうとうこういうふうになってしまいますから、そうするとこの部分の面積を例えば s の α ってか s の、この面積を s の α あるいは s の k としましょうか。これ s の k でこういうふうに表してやったとすると、この面積が2分の1倍のk が0の場合 s の0とでこういうふうに捉えることができる。これを、k の関数として捉える代わりに s を、s を α の関数として t の α を考えたとすると、こいつの条件の代わりに t の α イコール2分の1倍のこの t の、この時 k イコール0に対応するのは α が0ですからt の0と。で、こういうふうに捉えることができる。でそういうふうにすると実はこの等式あるいはこの等式これだった K に関する方程式これは α に関する方程式ですがその方程式を立てるときに両辺を計算しなければいけないと思うんですが実はこの右辺は sk とか tα とこういう式が出てればこの sk の式の k に0を代入したものとして右辺のこの因子が出てくる。でこちらについても同様ですからこういうふうに捉えることによって少し計算の能率を上げるという小賢しいテクニックが結構有効なわけですね。で数学の問題の本質はその小賢しさにあるわけでは決してないんです。下手にやっても一向に差し支えない。でもまあ計算の能率を考えるということの中でですねその問題の本質により一歩迫るっていうこともあるわけで、でこのしたちょっと解放の工夫の面白さも味わうような心の余裕を持って勉強に励んでください。